さあ抜けていくぞ、ゴール前、シャミエルのシュート決めた。新加入のシャミエル、この日本 J リーグで初ゴール決めました。この明治大地、青木、ガブリエル、シュート、おー、5対4。背番号を受け継いだ形の田中海馬、さあここはチャンスになる。シャミエル完全にフリーになる。ゴールキーパーの1対1、シュートを決めた。後半の6分、3点目、ね、えあれだけ縦に名古屋の方が、ボールを今日は運んでくるんで、そうですね、さあここチャンスになる。青木決まった。小林からシャミエル、縦パス、シモビッチ、オフサイドはない、シュートだ、ゴールイン。また同じような形ですが、ゴールイン。狙っていた。シャビエル来ました。裏へ抜け出した。シュートはどうか。フリーだ。シャビエル。2対1、ダブルグラスの逆転。今のワンツーのこのトラップですよね。はい、1点リードで後半の戦いに入っています。さあここはいきなりチャンスになったの佐藤、フリーで待っているシャビエル。ほらどうか、青木からこぼれ球、シャビエルが狙う、ハンドトリック。ジョーを使うチャンスだぞ、ジョーパスだ、シュートだ。同点ゴール来ました名古屋。ジョーはアシスト、仕上げたのはガブリエル・シャミエルです。ここはギレルムが激しくいきました。低いボール、シャミエルの前、シュート打った、決まった。名古屋グランパス先制。シャミエル、まだ、あー、シャミエル、シャミエル、今度初めてそのままネットを見ました。ジョーが近づいていきました。下げて、ミドルエンジ、ガブリエル・シャビエル運んで、左足、どうで、追いつきました。グランパス、ジョーが競る、セカンドボール拾って小玉が行く、後ろからガブリエル・シャビエル、合わせて、合わせてきました、ヘッドー、どうしますか。ジョーのヘディング、やっぱり強いですね。滞空時間があれだけあると、やっぱりジョーはある程度合わすことができるんで、この辺もやっぱり周りの選手よく分かってますよね。ジョーが行く、田中翔との勝負だ。ジョーが真ん中です、いいダメの戦いだ。シャビエル、シャビエル、シャビエル、2対4なんですけどね、人数としては。ガブリエル・シャビエル、コントロールして、コントロールショット、左ポストを叩きました、ガブリエル・シャビエル。リングパスから高崎のシュート、距離はありますが入れてきます、ガブリエル・シャビエル。シミッチが飛んできた、見えている、上に渡すシャビエル、切り返して左、もう一度押し込んだ、決まった、4対0、名古屋グランパス後半のゴール追加点、シャビエル今日2点目。入ってきたな。そして今のというだけではなくて、やはりボールに絡みながら、まあ、崩しも参加をしようという折り返
し、ガブリエル・シャビエル、あーっと先制名古屋。シャビエル浮かせて、ここはジョーが出てくるか、ジョーのヘディングシュート、決まった。シャビエル、シャビエル、ね、はい、シャビエルのフリーキック、ファーサイドフォー、ナイスか、ゴールイン。ボール関根が狙っていましたけれども、ゾウの元へ、ゾウからシャビエルへ、シャビエル運ぶ、さあ中3枚名古屋の選手入ってます、4枚でも来ました、おっとこれファーサイドへ、ついてボレーだ、前田が決めました。追加点です、名古屋グランパス。前田だ、あこしてシミッチ、おシャビエルから抜けました、ゾウ、これはナイスセーブに、プレッシャーをかけていく、ここは中谷ドリブルで上がる、シャビエル中谷そのまま上がる、シャビエル空いている、トラップをして中に持っていって犬にゴール。さあマテウスです、前を抜く、金崎後ろ下げてシャビエル引き返していけるか、シュート、東口シュート押し込んだ、2対1、決めてみせました、ガブリエル・シャビエル。名古屋がいい奪い方をしました、前を向いたシャビエル、そして前田、前田ハンドトリックなるか、シュート落ち着いて決めた、ハッての声援というのは、まあ、今禁じられていましたけれども、思わず声が出ましたトヨタスタジアム。ただここシャビエル、シャビエル自分で行った5点目、マテウスフェイントをかけていって中クロスを上げる、ファーサイドシュート、ガブリエル・シャビエル同点に追いつきました、今シーズン3ゴール目、対決が続きますからね、ここで調子は下ろしますね。さあシャビエルです、ヒールで落として後ろからシュート、待て、さあ金崎反転、ここは笛がない、アドバンテージ取られています、クロスが入る、マテウスの右足、逆転に成功しました、名古屋奪った、シャビエル、エリアの中、マテウス、左シュート決まった、自分で持っていって、この奥のマテウスを使ったフリーだ、浮かせたボール、シャビエル左足、シャビエルのゴールで3点目、名古屋後半の10分、we'll be right back.